はい。今回は、プレイステーション4用のね、コントローラー、購入したんですけれどね、問題の方が出てきたので、動画にしようかなと思います。ここ最近、プレイステーション4版の、フォートナイトっていうゲームにハマってるんですけれど、ちょっとね、コントローラーの調子が悪くて、コントローラーの調子悪いからってことで、純正のね、新しいコントローラー、二つ購入したんですよね。これと、まあ、ちょっと箱から出してるんですけど、もう一個ね、これ。 新しい純正コントローラー購入したんだけど、この純正コントローラーが、なぜかね、ヘッドセットとの相性が悪くて、音がね、割れてしまうって問題があって、サポートセンターに送ってね、どういう状況か確認してもらうところなんですけれど、 さすがにね、もうちょっと2個、調子が悪かったんで、まあ、3つ目、また新しくね、購入するっていうのは、純正コントローラー、結構いい値段するんですよね。6000円近い値段するんで、さすがにもう2個ね、連続で新品購入して、調子が良くなかったんで、まさすがにね、純正品もよく買うのはなぁと思って、こちらの方を購入したんですよね。この4580円というもの。まあ、純正に比べれば多少安いっていう感じ。ちょっと昨日もね、面白そうだったんで、まあ、動画のネタにもなるかなってことで、注文したんだけど、まあ、これがね、問題がありました。 このね、商品自体が Amazon の a m a z o n チョイスというもので、評価が高くて、お値段も安くて、すぐに発送できるよみたいな商品につくマークなんですけど、ルルカのね、購入したページ自体に関しては、評価も3つしかなくて、まあまだまだって感じで終わるんだけど、a m a z o n チョイスっていうのがついてる状況。実際にはね、 他のページでこの同じ商品、同商品が販売されていて、他のところではね、64件のカスタマーがあったりとか、他にもね、さらにページがあって、10何個のレビューがあったりとか、かなりね、レビューの方も高くて、まあ、これだったら安心して使えるかなと思って購入してみたわけなんですけれど、自分の動画をね、前から見てくれてる方なら知ってると思うんですけれど、こういうね、無線系の商品、 に関しては、技的マークというものがないと使うことができません。日本国内で使うと違法になってしまいます。届いた箱が来た時にね、ちょっと嫌な予感したんだよね。こんな感じで箱届いたんだけど、まあ全部英語かと。でもね、まあ全部英語でも、もちろん技的マークしっかりついていることもあるので、とりあえずね、本体出してみて。で、ね、まあね、基本的に技的マークって裏にあるんでね、こうやって裏見たんですけれど、 はい。見事にね、技的マークなしと。レビューだけでも60件。まあ、全部多分トータルずつ100件以上のね、レビューがあると思うんだ。で、なおかつ先ほど言った通り、アマゾンチョイスっていうね、アマゾンから、まあ、この商品は結構ね、いいよみたいな扱い向けていて、まあ、自分に関しては、そのアマゾンチョイスっていうものがあったので、わざわざそのアマゾンチョイスのページで購入したわけなんですけれど、結局届いた結果としては、こういう技的マークもない状態。ということで、一応ね、まあ、一部の商品、コントローラーではほぼないと思うんですけど、一部の商品に関しては、中とかにね、 テキマークの番号が振ってあったりする場合もあるらしいんですよね。なんでその辺がわからないんですけれど、基本的に外にいなかったらないと思います。とりあえず Amazon さんの方に問い合わせして、この後どういう対応してくれるのかっていうのを聞いているところです。これ残念ながら、まあ、ぶっちゃけた話ね、隠れて使えば問題ないっていう心はあったりするんだけど、まあ、自分はね、そういうふうに儀的マークが付いてないものをね、国内で使うと違法になってしまうんで、それをね、さすがに動画にすることもできないし、実際使ってるっていう発言するわけにもいかないので、まあ、これが、返品等がね、できるのか。 だったりとか、まあ、これどうすればいいのかっていうのを今 Amazon さんに問い合わせしているところになります。一応ね、Amazon の規約としても、こういう感じで無線機。 ま、あこれ国内だと、技的マークないとダメなんだけど、技的マークがないものを販売すること自体を禁止してんだよね、アマゾン自体が。っていうことなんで、今回に関しては、調査してから対応しますっていうことだったので、どうなるのかはわからないんですけれど、多分、これを返品して、返金処理か、なんかがされるんじゃないのかなと思います。アマゾンチョイスとかね、アマゾンのおすすめが出るものに関しても、こういう感じで、日本国内で使えないね、技的マークが通っていない、無線関係のね、商品っていうのが届く可能性もあったりしますので、技的マークっていう言葉、知らない方も多いと思うんですけれど、知らず、知らず、 ずのの間にね違法なるものを使っっててしまうってこととああると思いますのででソニー純正品であれ、ばここうういう感じこれ技的マークっていうもんなんだけどね。技的マークが付いていたりするんで、ま、ちゃんとね、こういう技的マークがしっかり付いているもの、これを確認して購入してみてください。技的マークが付いていないものに関しては、先ほども言った通りね、amazon でそもそも販売禁止されているものになりますので、対応をね、お願いすれば、何らかの対応でね、返品、 することによって返金対応等をしてくれると思いますので、ぜひね、その辺、今持ってるコントローラーとかあったらね、裏側とか確認して、あれ、技的マークないなと思ったら問い合わせしてみるのもいいんじゃないのかなと思います。またね、アマゾンからお返事がありましたら、その辺に関してもね、あげようと思いますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。